もこんにちは、ヒカクゲームズです。今日もですね、ウィニゲルバープリー2020やっていきたいなと思うんですけど、はい、今回はですね、ちょっといつもと違った動画になるんですけど、はい、ある大会で優勝した方のですね、まあ対談というか、その方のですね、スカッとだったりとか、試合の時に考えていること、そんなところをですね、一本の動画にまとめていきたいなと思っております。まあこういう動画ね、やりたいなと思ってたんですけど、なかなかできなかったので、まあ見ていただいて、ぜひですね、感想とかいただきたいなと思っております。で、今回ある大会って何かっていうと、はい、ツイッターやってる方だったらわかると思うんですけど、同盟杯というですね、ツイッター上の大会があって、これ第7回同盟杯っていうのが1月末まで行われてたんですけど、そこで優勝した同盟の行きというチームからですね、あの代表のガルバーニさんという方がですね、来てくださったので、はい、今回はその方と動画作っていきたいなと思っております。で、ちなみに同盟杯って何なのって思われる方も結構いると思うんですけど、はい、同盟杯っていうのはまあクラウン戦とかチーム戦だと思っていただければいいんですけど、8対8のチーム戦でそれぞれ勝敗を決定しながら、同盟杯っていうのは基本的にグループリーグからトーナメントまであるんですけど、そこで優勝を決めていくという形ですね。で、今回でいうと104の同盟から1000人以上のユーザーが参加したということで、もうスポンサードもついちゃってるぐらいですね、めちゃめちゃでかい大会になってきてるんですよね。で、そのですね、運営のケンケンゾスさんって方がいるんですけど、まあその方と僕やり取りしていて、今回ですね、ちょっと優勝した方との動画を撮っていきたいなと思っております。で、気になる方はですね、まあ概要欄にいろいろ貼っておきますので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。ということで、もう行っちゃいましょうかね。ちょっとこの後の音声は基本的に通話になるので、いつものね、はい、僕のマイク補正じゃない通話の声になっちゃうので、ちょっと聞き取りづらいところもあるかもしれないんですけど、はい、字幕とかもつけていきますので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。ということで、早速いきましょう。レッツゴー。さあ、ということで、今ちょっと通話で例の方とつながっているんですけど、なんて呼べばいいですかね。ガルさんでいいですか。ちょっと呼びやすい。ガルさん大丈夫です。ガルさんでいいですか。はい、ガルさん、はい、まずは同盟杯おめでとうございます。いや、同盟杯って結局優勝するまでって結構試合数ありましたよね。そうですね、予選から本戦までだとかなり試合数が多くなります。はいはい、それって全部出る、確実に出るってわけではないですよね。毎回メンバーが変わってっていう。そうですね、予選は結構メンバー全員出す形なんですけども、はい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 、決勝トーナメントからはその一発勝負のリーグ戦じゃないので。なるほどなるほど。結構みんなベストメンバーで挑んでくる形となりますね。ということで、じゃあちょっと今日は優勝した時の、まあちょっと変わってるかもしれないですけど、スカットをどういう風なこの人選でやってたかっていうのと、はい、あとはまあちょっとその後にうまく動画とかを使ってなんか具体的なまあ攻め方、守り方とか、まあ注意点とか、なんかそういうところまで一緒に話していけたらいいかなと思ってます。はい、ということで、もう多分画面にはもうスカット出てると思うんですけど、これが使ってたスカットですよね。あ、そうですね。監督は、はいはいはい、同盟杯はファーティーテリムっていう監督を使ってたんですけど、今もうフォーメーションが多分4-2-3-1とかに変わってしまってるんで、はい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 、結構それに似たキセ・セティエン監督、バルサの監督を使って、はい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 、あ、これ最新のバルサの監督ですかね。そうですね、そっちの方が紹介しやすいかなと思って、この形なんですけど、はいはい、あ、全然大丈夫です。3-1-4-2で、でもなんか本当にすごい初歩的な質問なんですけど、3バックって結構なんか僕はすごい苦手意識あるんですけど結構それ言われますね。あんまりやっぱその、まあ、サントスとかが、まあ、すごい王道じゃないですか今だと。あ、そうなんですよね。そのサントスにどうしても同盟杯が多いイメージがあって、はいはい、みんなサントスを使ってる中で、はいはい、やっぱサントスに一番相性のいい監督を選ぼうと思って、それで3-1-4-2を採用したって形なんですけど、はい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 、そのサントスはどうしても選手のパス距離感、パスコースにすごく長い監督なんで、はいはいはい、中盤でボールカットさえできればカウンターですぐ点が取れるっていう監督なんで、その中盤に枚数が多い監督を選んでて、はい、なるほど。で、3バックはとりあえず縦に当てられちゃったら、はい、その真ん中だけロマニョーリのマンマークなしを使ってて、マンマークなしを使えば、ロマニオリが1個チャレンジ&カバーのポジション取りをしてくれて、はい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 、結構 V 字型の5バックみたいな流れになるんで、それを意識したフォーメーションみたいな感じ。確かにロマニオリっていうと逆になんかマンマークついてないことはまあ欠点というか指摘されがちですけど、あえてそこをうまく使うってことですね。そうですね、 V 字型を取れればいいかなと思って使って、はい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 、なるほど。あ、面白いですね。なんかフォワードの人選のこだわりとかあります？そうですね、これはとりあえず、ジェズスがラインブレーカーのところなんですけど、はい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 、そこの下にヨハン・クライフを入れてあげると、はい、結構このスカットって前に行き詰まっちゃって、
はい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 、その2列目からの飛び出しがあんま発動されないんですけど、ラインブレーカーでちょっと縦引っ張ってもらえたら、ヨハンライトのスペースが出てきて、はい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 、でそれで走り込んでもらって、で中盤の相手の DMF を下げて、で空いたところでメッシュのロング効果も狙えるかなみたいな、いろんな可能性を求めて人選はしているつもりです、はい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 、あとはやっぱジェズスの相棒はロナウドなんですね。あ、そうですね、やっぱロナウドは結構ラインブレーカーラインブレーカーにしたんですけど、一回、はい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 、結構なんかお互い邪魔し合っちゃってうまく段差ができなかったので、やっぱロナウドにしましたね。ここはロナウドはウィングストライカーなので CF だと無印ですかね。そうですね、無印で結構そういうのもいい感じにジュースの相棒役をしてくれて、多分ルカクとかでも全然いい動きをしてくれるかなって感じでした。なるほど、サイド今ネイマールとサラーじゃないですか。はい、なんかそこって結構こういう試行錯誤したとかなんか歴史とかあるんですか。最後はやっぱどっちも根下要因、はい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 、なのと、あとそうですね、サラーはアグレッシブレスが結構高い選手なので、はいはい、守備にやっぱ貢献してくれるっていうのが大きかったですね。なるほどですね、確かにリバプールの選手みんなアグレッシブレス高いですから、ね、そうですね、本当はマネが欲しいんですけど、まあマネ FP はあれまだまだ来てないですね。まだですよね。はいはい、はい、まあ、次のリバプール CS で来るかどうかみたいな。そしたらぜひ当てたいですね、やっぱり。はいはい、はい、なるほどですね。結構その本当に優勝まで上り詰めた人がなんかどういう考えしてるのかとか聞くの僕も初めてなんで。あ、そう。やっぱ面白いですね、いろいろ考えながら。結構みんなやっぱ考えてスカットとか組んでるイメージあります、どのチームの人。はい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 、ちなみになんかこの選手は替えが効かないみたいな、まあみんなそうだと思うんですけど、なんか誰かいたりします？やっぱそのセンターバックのマンマークなしがはい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 、シビレになってくるのかなっていうのと、やっぱ DMF はアンカー、まあ普段だったらライブアップデーがもし全 1C だったら、はいはい、バリオス選手を使うんですけど、はい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 、ここハードプレスにビエラとかにしちゃうと結構前めにライン取りを取っちゃうので、はいはいはい、本当に孤立感が出ちゃうので、アンカーの選手とマンマークなしを結構重要視してる感じです。おお、なるほど、どっちかというとまあ守備的な選手がやっぱキーマンになるよねっていう話ですね。そうですね、攻撃は結構多分大丈夫かなっていう感じ、はいはいはい、まあ枚数的にもそうですね、6枚いるんで、はいはいはい、なるほど、そんな感じですかね。僕は結構今聞きたいことだいぶ聞けたんですけど大丈夫ですか。はい、だいぶ話せました、ありがとうございます。じゃあちょっとなんか具体的にちょっと今回動画1本撮ってきてもらってて、なんかそれ見ながらまあ軽くというか解説していくような感じにしましょうか。はい、じゃあということで、動画見ながら簡単に解説一緒にやっていきましょうか。じゃあ、まあ守備と攻撃大きくあると思うんですけど、まず守備からいきますか。はい、ここからですかね。じゃあちょっと再生しますね、はい、ちょっと前からになると思います。このシーン、また守備のシーンですね。サイドから来て、おー、フィネスで、ここをサラーに合わせてベンダーに合わせて、ここで一回サンドイッチするんですけど、はい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 、このセンターフォワードに当たった瞬間で、ここは2人で取り行くシーンなんで、DMF をうまく使って、やっぱサンドする形を作るのが一番かなと思ってて、はい、その次取った後にもう一回守備があるんですけど、ここで一旦取ると。はい、そうです。ここで取って、はいはいはい。で、ここで取られちゃって、はい、ここの守備なんですけど、はい。一回ここをナチョで行ききんなかったのは、やっぱ3バックって1枚抜かれたらもうカバーの選手が全然いない監督なんで、はい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 、3バックは本当最終ラインで体を当ててシュートは止めるようなイメージで、はい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 、ボールを取り切るじゃなくて、その中盤の戻りとセンターバックの時間稼ぎでボールを取るのが結構主流なのかなっていうのが3バックの強みです。じゃあこのシーンはナチョとかでプレスかけちゃって抜かれたらもう終わりってなってるんですか。そうですね、ここで足伸ばしてくれる位置までプレスをかけたら、あとはかけきんなくても大丈夫かなっていう。はい、なるほど。やっぱ一番3バックでやっちゃいけないんですけど、これ本当は、はいはい、やっぱ中盤とかボール奪った後はしっかりボールを大切にしないといけないのかなっていうのが、はいはい、だからこの前のプレーがちょっとあかんかったってことですね、ナチョから。そうですね、
ナチョのパスがちょっとダメでしたね。これここを選択しない方が良かったかもしれなかったですね。じゃあちょっとこの後攻撃のところを見ていきましょうか。ここからちょっと再生しますね。ここはナチョからのシーンですね。はい、サラウェッシュライフウェッシュ、おおなるほど。ここはクライフ走らせて、クライフ使わずにジェズスですね。そうですね、結構枚数が多いので開くのが多いですね。クライフでも良かったし、ジェズスでも点決めれるっていうのはやっぱ強いですね。確かに。じゃあちょっと次のシーンいきますか。ここからクライフが持ってジェズスに当てる、ジェズスワンツー、はいはいはい、うわ見やすい。ここで止めてもらえれば、はい、相手の選手って1枚しかパスコース自分の意思で切れないんで、はいはいはい、ここメッシのパスコースを切りに来てるんですけど、でそれをやっぱやめてネイマールにもう一回落とせるっていうのが枚数が多い3バックの強みなのかなと思ってて、はい、でそれもう一回戻して、そうですね、ここでも奥が空いてるのでフラパス出したんですけど、ここちょっとダメ。これちょっとパス操作が入っちゃったパターンですね。そうですね、ソワシュートっては、もしかしたらあったかもしれないんですけど。そうですよね、まあ、結構意外と抜けちゃったみたいなシーンですよこれ。そうですね、ここはちょっと自分でもびっくりしましたね。あれあれっすこれ。じゃあ次もう一個見ていきましょうか。あ、はい、今度はサイド変わって後半ですね。はい、シガシュートフェイントして、おお、おお、ジェズスまたいいポジショニング。こういうシーンって結構選択肢あるじゃないですか。そうですね、めちゃくちゃ選択肢が多いですね。僕とかだと、はい、結構ごちゃっとしてるんで、シュートまでいけずに奪われそうだなと思って、一旦最後出すとかやっちゃうんですよ、はい、この左出したりとか。このシーンだと、まずメッシで前を向いて、はい、ここ緊急停止したのを結構前を向いて、そのまま。見てたんですけど、完全にリトリートしてきたらもうコンカウトと思ってて、はい、このシーンだと前にやっぱ3人いるんで、1枚ヨハン・クライフかな、 ONF の選手が空いてたんですけど、はいはい、うまく繋がらないと思ったので1回溜めて、でここでもう1回見て、このシーンはずっと見てましたね、中野選手。チ、はいはい、ェルスが空いたのでとりあえずでその足元に出してそのまま打とうと思って、はいはい、相手からすると、まあ、クライフもケアするし、でもメッシもケアしないとどんどん詰めてくるしみたいな。あ、そうなんですね、やっぱメッシは今回絶ほぼ入る選手なんで、ですね、詰めてきたらジュースに出せばいいかなと思って。はいはいはい、なるほど、面白い。じゃあ、いきます。ここメッシからちょっと見にくいかもしれないですけど、ムバッペ出して、おなおの、はい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 、おー、うんうん、やばい、黙っちゃう。あー、いい、あー、うまい、あー、いいっすね、これは綺麗。攻撃は本当に枚数多いんで、いろんな選択肢があって、その中でどんどんズレができてみたいな感じですね。そうですね、やっぱ幅広くサイドを使うっていうのが結構ポイントなのかもしれないですね。はいはいはい、はい、確かに。いやでもめちゃめちゃ伝わりました、なんか攻撃のパターンというか。あー、はい、結構上手い人が使えばもっとパターン増やせると思うんですけど、はい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 、3バックそこが結構面白いかなっていう感じです、はい、あとなんか守備のシーン、まあ、いくつか見たと思うんですけど、なんかもうちょっと守備の時になんか具体的に意識してることとかあれば、なんかせっかくなんで僕の勉強のためにいろいろ聞きたいなと思ってるんですけど、なんかあります？例えば 4-1-2-3 とか 4-3-3 の相手に当たった時って、はいはいはい、結構サイドをうまく使われちゃって、サイドからの切り込みで決められることって最初多いと思うんですけど、サイドにプレス行っちゃうと中が2バックしかいなくなっちゃうので、サイドに出されてもとりあえず中で待つっていうのが大切で、ペナ内まで進入してきたらそこから守備の勝負かなっていうのが結構大切かなと思います。なるほど、なるほど。あと3バックの使うときは、はいはいはい、セカンドプレスをセンターバックにかかんないようにしていただければ大体は守れるかな、はいはいはい、セカンドプレスがセンターバックの人が前に釣り出されないようにすれば結構守りやすくなるかなっていうイメージ。はいはい、 OK です。大体僕が聞きたいことは聞けましたよね。ありがとうございますって感じですかね、はい、了解です。すいません、ちょっといろいろと人選とか動画とか準備していただいて。いや、こちらこそ本当にありがとうございました。ということでガルさんでした。